ボルフガングラインホルトは、ドイツ民主共和国の軍人。1972年から1989年まで、国防次官を呼び、国家人民軍航空軍司令官を務めた。自動車運転手の息子として、ベルリン・フリードリ・ヒスハーゲン区に生まれる。1938年から1940年まで、小売商の修行をする。 1940年から1941年まではドレスデン銀行に勤務。第二次世界大戦中の1941年からドイツ空軍に総長として従軍、1945年に赤軍の捕虜となり、1949年に釈放された。釈放後は千番光となる。1950年のドイツ社会主義統一党入党後、 1952年から1954年まで、コトブス地区の平営人民警察司令官を務める。再軍備後の1956年から1957年まで、国家人民軍航空軍第三防空師団長。1957年から翌年まで、ソビエト連邦軍事アカデミーで学んだ後、 1958年から1965年まで航空軍の様々な部署を務める。1963年10月に少将に昇進。1965年から2年間、ソ連軍参謀本部軍事アカデミーで学んだ後、航空軍副司令官に就任した。ヘルベルト・シャイベ少将の後任として、1972年に航空軍司令官及び、 国防次官に就任。1974年3月に、中将1979年のドイツ。民主共和国建国30周年記念日に対象に、昇進した。1981年から1989年まで、SED 中央委員会委員を兼任。 東欧革命の最中の1989年12月31日、ラインホルト同様20年近く同じ職にあり続けた、地上軍司令官、ホルスト・シュテヒバルト大将、政治総局長、ホルスト・ブリュンナー大将と共に退役を余儀なくされた。ドイツ再統一後、ベルリンの壁での発砲命令をめぐり、ベルリン地裁に起訴されたが、 証拠不十分により心理停止された。息子のラルフ・ラインホルトは統一後に連邦空軍に入隊し中佐となっていた。しかし1997年9月13日、スマイナス154に機長として登場中、ナミビア沖でアメリカ軍の輸送機と衝突して墜落、死亡した。ありがとうございます。